日本人の主食といえばお米。はい、熱々のご飯ってどんなおかずにも合うんですよね。そうなんですよね。そこで今回はあの有名な新潟県魚沼産と肩を並べる新潟県岩船産のコシヒカリをご紹介します。新潟産コシヒカリの販売で大人気のサイト日本国米からお届けする新潟県最北端旧三北町の綺麗な水と米作りに最適の環境で作ったお米がこちら。日本国という山に由来した日本国米。その麓の限られた地域で生産収穫されたこのコシヒカリ、独特の強い粘り気ともっちり感が特徴で、炊きたてはもちろん冷めても味が落ちないのでお弁当やおにぎりにしてもとっても美味。このお米が美味しいわけ、それは日本国の麓で綺麗な冷たい水を利用しているからなんです。また一日の寒暖差が大きい環境のため大量生産はできませんが、その分丹精込めて育てたお米を玄米で低温保存、出荷直前に精米することで美味しさをそのままお届けできるんです。最近では岩船産コシヒカリとしてデパートなどでも見かけますが、日本国米ではその中でも棚田の多い旧三北町産のお米を限定して取り扱い、丹精込めたお米を地域活性化になればとサイトを立ち上げ直送販売しています。さあ、新潟県を代表する日本国山の恵みで育ったコシヒカリをご堪能あれ。ザ・日本の食、お米の登場です。わー、見てください、このお米キラキラしてますよ。お米ってこんなに輝くものなんですね。うん、わー、いただきます。おいしい。やっぱりこの甘みとこの粘り気、このお米だったらもうご飯だけで何杯もいけちゃいますね。うん、そうですよね。炊きたてはもちろん冷めても美味しい新潟県岩船産のコシヒカリ、皆さんもぜひ味わってみてください。おすすめです。低温保存され、受注後精米し発送される安心安全な日本国米コシヒカリ、炊きたては当然冷めても美味しい最強のお米。今回は新潟コシヒカリ日本国米精米 5kg をうまいもんテレビ特別価格3800円でのご提供です。さらに今回は日本海の海水で作られた玉藻塩を特別に漏れなくプレゼント。藻塩で作ったおにぎりは最高です。申し訳ありませんが地域限定生産のため100セットしかご用意できません。ご注文はお急ぎください。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 までお電話お待ちしております。